山口哲也、山口哲也、山口哲也、1983年11月11日体は、神奈川県横浜市神奈川区出身の元プロ、野球選手、投手。現役時代は読売ジャイアンツに所属し、2008年に新人王を受賞し、2009年、2012年、2013年に最優秀な担ぎ投手を3度獲得した。年に、 NPB 史上初となる200ホールドを達成。2008年から2016年までの9年連続60当番はプロ野球記録であり、この9年で5度のリーグ優勝、2度の日本一に大きく貢献した。横浜市の小学校1年次から少年野球で野球を始める。中学校では南式野球部に所属。3年次には AS として全日本少年軟式野球大会ベスト4進出。横浜商業高校3年夏には、AS として全国高等学校野球選手権、神奈川大会ベスト8に進出。高校卒業後は国士館大学に進学する意向だったが、アリゾナダイヤモンドバックスのスカウトら誘いを受け、入団テストに合格しマイナー契約。マイナーリーグので4年間プレーしたが、 シングル A にすら一度も昇格できなかったため帰国を決意。日本に帰国後、知人を通じて横浜ベイスターズの編成を務めていた亀井進と出会い、10月に横浜の入団テストを受けるものの不合格。しかし、山口は絶対にプロに入るべき素材だと確信していた亀井は、 自身の所属と縁がないながらも東北楽天ゴールデンイーグルスや読売ジャイアンツの入団テストの受験を山口に進め、最後に受けた巨人の入団テストで合格。同年に初めて開催された育成選手ドラフトでの指名を経て巨人に育成選手として入団した。は、イースタンリーグで25試合に登板、防御率1.61の成績を残した。 2006年オフにも支配下登録契約が結ばれると報道されたが、選手枠などの事情から見送られた。また、投球フォームの手こ入れを行い、投げ込みをしたら球速がアップしたという。22軍で5試合に登板し、無失点と口頭を続け、4月23日に支配下、登録。29日に1軍初登板、1回無失点に、抑えた。 巨人で育成選手から支配下選手登録された選手は松本哲也に次いで二人目でり、松本はこの時点では出場していなかったため、巨人における育成枠での入団選手として、初の一軍公式戦出場選手となった。5月9日の阪神タイガース戦に4番手として、当番始発勝利。育成枠出身選手で、初の勝利投手になった。試合後のヒーローインタビューでは、 宿んだを放った、二岡智博に、ありがとうございますと感謝を述べた。その後も、臨床班の故障で空いた左の中継ぎを一人で、にながどこぐ奮闘した。は、小花高雄投手コーチから、左のセットアッパーとして、期待をかけられ、春季キャンプで、ホーム改造に取り組む。自身初の開幕一軍入りを果たすと、シーズン序盤から、先発陣が苦戦する中、 オチ大輔や西村健太郎と共にブルペンを支える。9月12日のヤクルト戦で、巨人史上初となる全て中継ぎ登板での2桁勝利を達成。最終的に67試合に登板して11勝を挙げ、13ゲーム差を逆転してのリーグ優勝に貢献。リードを守れなかったにもかかわらず味方の逆転で、勝利投手になる、勝ち星泥棒は1回のみ。 中日とのクライマックスシリーズ第3戦ではリリーフで3イニングを投げ、西部との日本シリーズでも3試合に登板し、最後までフル回転でチームを支えた。オフには育成選手枠出身選手として初の新人王を受賞した。シーズン開幕前には第2回 w b g 日本代表に選出される。中継ぎとして4試合に登板して無失点に抑え、 日本の2連覇に貢献した。シーズンでは、前年同様に中継ぎとして、当番を重ね、6連投も経験。オールスターゲームで、ファン投票デスリーグ中継ぎ部門1位となり、育成枠出身選手初の救援出場。また、7月4日の中日戦で、敗戦投手となるまで前年からの14連勝及び83試合連続で、当番時の不敗神話を維持。 球団記録を更新する、チーム最多の73試合に登板し、9勝1敗、4セーブ、防御率1.2744ホールドポイントを上げ、最優秀中継ぎ投手を獲得。オフの契約公開では、育成枠出身選手初の年俸1億円で、サインした、は、原辰則監督により、先発投手に転向。 4月3日の広島東洋カープ戦でプロ初先発を果たす。4月10日の中日ドラゴンズ戦では8回途中3、失点の高頭で先発としてプロ初勝利を挙げた。しかしこの試合後、抑えのマークク・ルーンの離脱に伴い、リリーフへ再転向。当初は負傷者が戻るまでの期間限定の予定だったが、結局シーズンを通して中継ぎで投げ続けた。オフシーズンから、 ずっと先発として調整してきたことによる調整不足もあって、基本類だが、昨年の1から10へと激増するなど復帰当初は苦しんだが、6月以降の防御率は1点台と徐々に復調。序盤戦の不振が響き、防御率は前年から2点近く悪化したものの、最終的に前年と同じ73試合に登板し、チームのブルペンを支えた。 クルーンの対談と変わって、抑え候補だった、新外国人、ジョナソン・アルバラデホとオチの不信もあり、開幕から抑えとして起用されるものの、4月19日の阪神戦で救援に失敗し、直後の23日に左胸の張りで登録抹消される。復帰後は、セットアッパーとして起用されることで、安定感を取り戻した。 10月22日の最終戦にも登板して4年連続の60試合以上の登板5勝1敗にセーブ防御率1.75チームトップの25ホールドと好成績を収めたは、久保祐也が右ひいちじん帯再建手術、落ち大輔が黄色じん帯国家賞で離脱する中、開幕から無失点を続け、6月3日のオリックスバファローズ戦で1998年に 佐々木和弘が記録した開幕2試合連続無失点のセリーグ記録に並んだ。佐々木からは祝福メッセージとともに記録を更新してほしいと L を送られていたが、6月5日の福岡ソフトバンクホークス戦で赤紙武ソロ本塁打を打たれ記録更新はならなかった。なお、この本塁打は同年における赤紙唯一の本塁打であり、山口唯一の非本塁打である。 7月5日には4連投し、村田修一が、川口和久投手コーチに、休ませてくださいと直訴するなど周囲を心配させるも、その後も安定した投球を続け、7月には、育成枠出身選手として、初の月間 MVP を受賞した。8月30日の対中日戦での登板で、史上初となる5年連続60試合登板を、達成した。オールスター明けに、 押さえのマシソンが離脱したことで、西村健太郎が押さえを務め、8回、山口、9回、西村と系統で逃げ切る、必勝パターンを築く。二人の平均防御率は0.99と抜群の安定感を保った。最終的には、リーグトップの72試合当番、44ホールドを記録。75回3分の1を投げて、無失点試合65。 一登板最多失点は一、防御率は零点八四と驚異的な記録を樹立し、三年ぶりの最優秀な担ぎ投手を獲得した。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは、第六戦の九回に登板、一イニングを無失点に抑え、胴上げ投手となった。週刊ベースボールの二千十二年度ベストナインでは、ベストな担ぎに選ばれたほか、豊田康光から、 巨人の試合で山口、西村の8、9回だけは見応えがあった。山口は影の MVP と絶賛された。オフの契約公開では入団時の年俸240万から100倍の2億4000万となった。また12月4日に第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2月20日に 第3回 WBC 日本代表メンバー28人が発表され代表入りした。この大会ではチーム最多の5試合に登板した。シーズンでは4月20日に154ホールドを記録し、朝尾拓也を抜いて歴代単独1位となり、その際には生涯中継ぎ宣言をした。6月5日の対日本ハム戦で史上初の通算200ホールドポイント、 さらに160ホールドと記録を更新した。この年は自身が持つ記録をさらに更新する6年連続60試合当番をクリアし42ホールドポイント4勝38ホールドで自身3度目の最優秀中継ぎ投手のタイトルを同僚のスコット・マシソンと分け合った。しかしその一方で約2年ぶりとなる1試合3失点を2度記録し敗戦数 三敗と四九数、十七、は、自己ワーストワースト体であった。は、シーズン前の体調不良から調整が遅れ、開幕から不調が続いたが5月からは復調し、5月の、成績は、防御率0.002勝1セーブを記録。6月6日の交流戦、セーブライオンズ戦で、プロ野球史上初異業となる、通算200ホールドを達成し、 連盟表彰を受けることが決まった山口がきっかけとなって200ホールドにも表彰規定ができた。しかし、阪神とのクライマックスシリーズでは第3戦の7回に登板するもマウロゴメスに勝ち越しの2点的自打を打たれそのまま敗れた。チームは翌日も敗れ CS 敗退となった。シーズンオフの契約公開では現状維持の3億2000万で公開し、また、 3年10億超えとされる複数年契約を結んだ。は、接戦で打たれるなど後輩を起死したが8年連続60試合当番を成し遂げた。は9年連続60試合当番を達成したが、60試合当番が始まった2008年以降では、防御率4.88、シーズン6敗、19ホールドは自己ワースト。チームも2年連続で優勝を逃すなど、 苦しいシーズンとなった。は、故障や不審もあり登録抹消が重なり18試合の登板にとどまり、連続60試合登板が途切れた。は、左肩の故障などもあり、育成登録だった2006年以来となる1、軍当番なしに終わり、2軍でも防御率4.96と不本意な成績だった。10月5日に現役引退を表明した。 会見ではやりきりったと完全燃焼の言葉やまた、コーチや、かつて指示した、工藤君康、先輩のアベラに、感謝の言葉を述べた。引退会見終了後には、坂本隼人、内海、長野久吉らシンクを共にしたチームメイトに加え、またすでに引退表明していた、杉内敏也と、村田もサプライズ登場した。10月31日に、任意引退選手工事された。 2019年1月1日からジャイアンツアカデミーのコーチとして活動することが12月26日に発表された。リーチの長い腕とサイド気味のスリークォーターから投げる平均球速約時速 144km の直球とカットボール、ツーシーム、スライダー、チェンジアップを武器とする左腕。過去にはカーブやフォークの習得を試みている。また怪我が少なく、 日本記録となる9年連続60試合以上、当番を果たした鉄腕も武器であり、リリーフ投手において必要な能力を高いレベルで備えている。近年休息が落ちてきている。打者から球の出所が見にくいと言われるフォームで内角を突く一方、通算予視球率2.00と請求力も高い。森重和は、右打者の内角に食い込むスライダーは、岩瀬人則より、上と絶賛している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。